はい、こんにちは、くんでーす。今日はですね、くんさん、今度ね、コールデューティーのね、新作も発売されるということで、くんさんのコールデューティーへの気持ちを話していくんですけど、まあね、オパシさんのところの動画のコメントとか俺、まあ、ちょうど 見たりもするんだけど、くんはコールオブデューティーをディスるから嫌いだみたいな感じのこと言ってたんですけど、まあ、ちょっと、あまりこういうことは言いたくないんですよ。キャラとかもあるし、その、こういうネタはあまりしたくないんですけど、まあ、一応言いますけど、全部ネタっす。こと好きっすよ。わかってると思うんですけど、ネタですよ。うん。大丈夫。いや、これネタでも面白くないからやめろ。うん、まあ、それはまあわかる。まあ、面白くないっていうのは面白い面白くない人それぞれだけど、その、コットディスラップとかで、本気でこう、コットのこと嫌いで、こう、ディスして、死ねコットって言ってたわけではなくて、好きじゃないとラップなんかわざわざ作んないから。あ、クソ大変なんだよ、コットラップの技作るの。あれ好きだから作ってるんですよ。BF もコットも俺は好きだし、別にどっちが好きとかどっちが嫌いとかない。別に BF でプロゲーマーに偶然なったから BF やってるだけであって、別に BF の方が好きだ、コットの方が好きだっていう。ぶっちゃけどうでもいいわけよ。あんまりなくて、そういうどっちが好きとか、ゲーム自体の愛着はないのよね。その多分他の人とか、その、コットが大好きでしょうがないみたいな人とかだったら、あるのかもしれないけど、別に、なんだろう、コットキッズだから嫌いとかないし、その、まあ、この前ね、超会議とか、もう、コットキッズって、自称コットキッズの人来たけど、別にその邪険に扱わなかったし、なんだろう、まあ、ちょっと、まあ、ネタじゃないと受け取ってね、コットをディスられて嫌な思いしましたって言うと、まあ、まあ、それは、まあ、すいません。それはまあ、まあ、なんだろう。まあ、ネタってしてね、分かってくれるかなと思ったけど、まあ、分からない場合ももちろんあるし、まあ、別に別れと強要する気はないけど、まあ、まあね、まあ、冗談とはいえね、まあ、まあ、まあ、ごめんね。コット好きな人。大丈夫だよね。分かってるよね。大丈夫大丈夫かななんかほとんどの人はネタっていう風にやってくれてると思ってるんだけど、こう、いやね、その、まあ、奈々香さんをシャスとか言って真似するとかだったら、まあ、それはまあ確かにまあ個人の話だけど、だってコットってゲームだよ。BF ディスられても何も感じないし、まあまあ自分が感じないからって言ってね、まあ、その人も感じないだろうっていうのも確かにダメなのかもしれないけど、うん、まあ、全部ネタなので普通にコット楽しいっすよ。ただ PC 版で俺はやってるから、基本的に。PC 版だとそんなクラン戦とかもそのやってる人もそんな多くないし、そこまで盛り上がってないのよ。そのもう それはもうただ事実として、そのまあ BF ももうさ、もう BF も発売されて相当経ってるし、そういう意味では BF もそんな盛り上がってるっちゃ盛り上がってないんだけど、そのなんだろう、別にこのコットのクランとか入らないのはコットができないんですよね、PC 版だと。BF3 の後さ、BF3 が発売、もうなんかオワコンになり始めた頃に、コット BO2 が発売されたのよ。もう それちょうどそのぐらいの時期みたいな。で、もうコットでなんかもうガチ勢なろうかなとかも思ったんだけど、やっぱ BO2 やってる人も全然いなくて、その当時そこまでね。まあ、やってる人もいたけど、まあ、別にいつも同じメンツとマッチングすんじゃねえくらいの勢いでそこまで人はいなかったのよ。ね、だからあんまりやれなかったけど、実際根本的には好きっすよ。わかんない、もう好きじゃなきゃやんないでしょ、実況なんて好きじゃなきゃラップのディスなんてやんないですよ。とか、ラップのディスとかって、まぁ、ちょっとこれはラップとかわかってない人がわかんないのはしょうがないんだけど、こう好きだからディスるっていうか、 BF もなんかうわクソゲーだこれとか別に言うし、実際クソゲーだと思うし、 BF も弾抜けまくるし、正直ゲームとして結構終わってんなみたいなところは正直あるよ。なんだろう、別に自分の好きなゲームだからといって全部が全部こういいところなんてないし、もちろんコットもなんかクソなところあるだろうし、そのなんかなんだろう、強すぎるパークがあるとかさ、強すぎるなんかみんなこれ使ってるとか、まあ、昔だったらゴーサップとかあったじゃん、まあ、あれが好きか嫌いかともかくとしてさ、まあ、そういう風に、まあ、嫌な自分気に食わないところとかもあるし、 BF もね、それ気に食わないところもいっぱいあるわけですよ。まあ、やればやるほど見えてくるよねって、クソなところってゲームって
そのい やんなくて中途半端にちょっと楽しむだけでいいやぐらいの感じだったら、それこそなんか嫌なところなんか見えないんですよ。だから俺コットの嫌なところ今パッて言ってあんま出せないんですよ。そのなんだろう、それやってる時間 BF の方がはるかに長いから、 BF の嫌なところだったらもうめちゃくちゃいっぱい出せる、箇条書きにして論文出せるぐらい出せますよ。はい、それぐらいもうやり込んでやっぱやり込むとね、やっぱ出します、 出てきますよ、まあ、特に BF はなんか回線面が結構クソな感じあるから、あの回線面っていうか、なんか バグっていうと、もう単純にバグがひどいみたいな、まあそういうところもあるんで、まあそれでもまあ一応できるし、まあ面白くてやり込んでるから、まあ言っちゃいいんだけどね、まあ、そもそも FPS 自体好きだし、こうなんだろう、俺がコットディスラップ上げたのとかももうちょっと盛り上がってほしかったんだよね、 FPS 自体が。なんかコットと BF ってまあ仲悪い風潮があるじゃん、その風潮自体を皮肉ってるんだよね、あれは。あのコットと BF がさ、なんかディスり合うとか、バカじゃんそんなの、お互い普通に楽しめいいじゃんって感じするっしょ、なんかそんな感じしない？あの両方持ってる人だってすごく多いわけじゃん、コットやってたけど今 BF やってるとかさ、 BF やってたけど今コットやってるみたいな人多いわけじゃん。だから別になんか俺は好きなゲームやればいいと思うし、そんです同じ FPS でディスり合うとかバカだなって思うけど、それをこうなんだろう、まあ、半分皮肉みたいな感じでやってるつもりなんですけど、まあ、真に受けちゃうのは、まあ、しょうがないんだけどね、まあ、もう、そういう、まあ、のはもうしょうがないから、まあ、ちょっとそれはもう申し訳なかったねって感じなんだけど、申し訳なかったねとか言いたくないよね。あの、なんか芸人がさ、ボケで突っ込みしたらさ、暴力振るすいません、ちょっとみたいに言ってるみたいなさ、まあ、まあ、コットも BF もね、今度なんか新しい最新作は、ね、発表されるんで楽しみなんだけど、まあ、コットもな、まあ宇宙がもういいよなって感じするよね、正直。まあいいのかもしんないけど、好きな人いるかもしんないけど、ちょっと不安だよね、やっぱりもう。なんか実在する銃撃ちたいよね、せめてそこだよなと思う、俺は。そのなんか未来もいいけどさ、もう実在する銃撃たせてよ、なんか KN44 ってなんだよみたいな、これもう P90 のパクリみたいな銃いいってっていう感じする。なんかそれやったら P90 撃たせてよっていう、まあライセンス料とかあってまあしょうがない部分もあるのかもしれないけど、それでもやっぱりそんなのライセンス料とかの買う側には何も関係ないよみたいな、もうお前らで勝手に解決してくれよっていうまあ感じじゃん、まあ実際ね、まあしょうがないのかもしれないけどね。ということで、僕のコットディスは、ツンデレなんですよ、僕のコットディスは。なんで、その辺をちょっと分かってください。自分で言いたくないけどね。まあでも、あんまりにもさ、結構、なんかそういう意見も多かったから、くんはコットが嫌いなん、まあ、ね、ネタって知ってて、やって、なんか見てくれてる人もいるけど、なんか、ね。結構本気にしてる人もいるので、まあ、ちょっと、そういう人は、まあね。まあごめんなさいってことで。はい。まあそういう動画もたまにはいいかなってことで。はい。ってことで、くんさんでした。またね。バイバイ。あ、この後10分間続くけど、なんもないからね。バイバイ。